Yeah, so my name is Benjamin Ramo. I am founder of the Jenny Metaverse DAO. 私はジェニーメタバース DAO の創業者、ベンジャミン・ラモです。共同創業者のジェイちゃんと共に活動しています。私とジェイちゃんが出会った背景は約4年前に遡ります。私がブロックチェーン業界に参入したきっかけは、ブロックワンと EOS のコミュニティでした。現在 EOS は素晴らしいブロックチェーンとは言えないものの、4年前には多くの優秀な人たちを引きつけました。私はハッカソンで偶然にジョーちゃんと出会いましたが、彼は当時16歳の高校生でした。彼はコードのデバッグの作業をしていて、コードバスターというニックネームで呼ばれていました。さらに彼は EOS のローンチに大きな影響を与えました。私は友人であった彼をとても優秀な人物として認識していたため、ジェニーメタバース DAO でジョーちゃんと一緒に仕事ができることを本当に嬉しく思っています。私は NFT に非常に興味を持っていたため、アニモカブランズと呼ばれる会社とともにとても密接に仕事をしてきました。この会社は過去3年間とても辛抱強くビデオゲームにおけるデジタルの所有権の促進を続けてきました。そして今 NFT はとても魅力的な市場となり、アニモカブランツは確実に足跡を残しました。アニモカブランツにはエコシステム全体を通して今回のローンチをサポートしていただきました。初日からとても良いパートナーに恵まれたと思っていますが、 NFT 自体非常に興味深いものだと思っています。なぜならアートや音楽の分野で多くのクリエイティブなユースケースを発見しており、 NFT のコミュニティ層を成長させることで新たな方法を発見し続けているからです。またポリシーを推し進めることでクリエイティブ領域を失礼しました。クリエイティブ領域を拡大する方法を模索し続けています。これは素晴らしいことです。しかし、これは始まりに過ぎません。そして NFT は現実世界とブロックチェーンの世界をつなぐ架け橋となると思っています。現実世界のすべてのものはユニークなものであるため、仮想世界で NFT として表現されるべきです。そうすることで金融分野におけるイノベーションは素晴らしいものになると思います。I think the innovations in the financial NFT space are going to be amazing. So we've already seen, you know, the Nexus doing insurance products on NFTs, Uniswap V3 creating LP positions represented as NFTs. And very quickly, what you're going to find is that the NFT space is,You know, people get impressed when a Beeple sells for $69 million, and that is very impressive. But that's just the beginning. And NFTs is going to be a multi-trillion dollar asset class. However, there is one problem. In order to become a trillion dollar asset class, we need the infrastructure to support it. And currently, I feel that the NFT space is very much like crypto was in 2017.So 2017, people were raising a lot of money, and they had very creative ideas.私たちはネクサスが NFT として保険商品の提供をしてきたことを知っています。ユニスワープ V3 で作成された LP トークンのポジションは NFT で表現されており、迅速にその状況を確認することができます。これはとても素晴らしいことです。しかし、これは始まりに過ぎません。そして NFT は数兆ドルの規模のアセットクラスに成長すると言われています。しかし一つ問題があります。数兆ドルの規模のアセットクラスになるためには、それを支えるためのインフラが必要です。そして現在その状況は2017年の暗号資産と非常に類似していると感じています。2017年に人々は多くの資金を獲得しました。暗号資産の時価総額は1兆ドル近くになり、彼らは非常にクリエイティブなアイデアを持ち、最高の志を持ったチームでしたが、すぐに崩壊することになり、2年間の冬の時代を迎えることになりました。その理由は、
1兆ドルのアセットクラスとなった暗号資産に対応できるインフラがなかったからだと思います。2018年から19年にかけて人々は DeFi を構築し、合成資産の政策やレンディング、担保を使用した貸し借り、イールド、アグリケーションを行うようになり、2017年のバブルよりもはるかに大きな強気の市場をサポートしています。私の個人的な考えでは、もしこの1ヶ月前にトークンセールを実施していた場合、私は600億ドルを手に入れていたと思います。このトレンドは今後も継続し、今年の終わりまでにディファイの市場規模はおそらく2000億ドルから3000億ドルの規模に達すると思われます。そしてこの暗号資産のインフラを支えるトレンドも継続していると信じています。一方で NFT を買う人はそんなにいないと思います。実態として F1 デルタタイムがあります。車でレースをしたり、他の NFT で競い合ったり、コラボレーションバトルをしたり、素晴らしいユースケースを見つけることができます。しかし、金融的な観点から見た場合、実際に NFT でできることは何もありません。例えば、エンティティを担保したレンディングは非常に少ないです。今、私たちが直面しているのは、1兆ドル規模のアセットクラスをサポートする NFT インフラが、ないということです。私の考えでは、このようなインフラを手に入れるためには、すべてを分散化させる必要があると考えています。つまり、NFT の分散化が進むことで、本質的なものが満たされ、取引できるだけではなく、NFT を担保にして、ステーキング、担保、イールドアグリゲーションなど、人々が DeFi で好んで、行っているようなことがすべて実現されます。分散化されたブロックチェーン上にも多くのものが構築されていくことでしょう。世の中にはいくつかの分散型プラットフォームが存在します。どれも利点がありますが、ゲーム理論上の問題もあり、現実的ではありません。残念ながら世界中に共通している NFT はそれぞれ異なり、中には大きく異なる NFT も存在しています。そして私たちは非常に興味深い分野で人々の行動を見てきた結果、あらゆる種類のゲームを分散化してプールの中であらゆる種類の NFT を利用することができるユニークなプラットフォームに出会いました。同じコントラクトアドレス内で発生したものだけでなく、例えば ERC721 や ERC1155 のようなものがあります。これらのゲーム理論上の問題はの多くは独自に解決されています。今後、この興味深い技術は今後数年間のうちに実現するであろう NFT のインフラ全体を構成する可能性があります。私がすでに述べたようなステーキングやその他の要素についてもお話しします。このようにユニークなプラットフォームは非常に有望であり、私たちはその上にジェニーメタバース DAO を構築したいと考えました。ジェニーメタバース DAO は資金調達を行う分散型の自立組織で、ユニークなプロトコル上で作成されたフラクションを使用して DAO のガバナンスを管理します。資金はマルチシグで保管され、コミュニティの代表者たちによる議論はコミュニティの要望を実現するために存在します。最近、スティーブ・アオキとブラウによるコラボ NFT が購入されており、ジェニーというカスタムメイドの曲を作成したとてもクールな DJ です。その曲は本当にクールで、ビートはどんどん上がっていき、曲の最後にはロボットの声で、こんにちは、私の名前はジェイですと言って、また音楽が始まるのです。つまりナイトクラブで流れるようなとてもクールな曲なんです。この曲はマイアミ市で開催されたビットコイン2021で再生されました。このイベントはジェニーベタバースダオのプライベートパーティーになるため、皆さんきっとお楽しみいただけたら嬉しいなと思います。
it's not just a 30-second soundtrack like some other NFTs have been, but it's a full-length song that where the artist put a lot of これは商業的にも大ヒットする可能性のある数少ない曲の一つです。これは他の曲とは違い、アーティストが熱心に心を込めて取り組んだ曲です。そのため、ジェニー・ダオの購入に関わる投票を行っていますが、実際にどのような結果になるかは分かりません。私はこのプロジェクトのコントロール権を失いましたが、これはとても良いことです。The Jenny Metaverse DAO launch was very unique in a number of ways. So it was very unique because we did not have a public sale. We did not have an IDO. It was a community-based liquidity launch, which I've never seen before. So what happened was that これがまさしく DAO ということだと思います。また、スウェーデンには良いコミュニティがあります。予算や NFT の資金の使用方法は彼ら次第です。ジェニーメタバース DAO のローンチはいろんな意味で非常にユニークなものでした。パブリックセールによる販売もなく、IDO も行わず、これまでにないコミュニティベースで流動性を確保することとなったローンチでした。そこで何が起こったかというと、プレセール投資家の約 80% は自発的にUJ トークンをイーサーとともにステーキングすることを決めたのです。つまり、今までのブロックチェーンでは経験したことのないほどにコミュニティ主導のローンチとなりました。ジェニーメタバース DAO の興味深いもう一つの点は、ロックアップがゼロだったということです。個人的には、初日からトークンの 100% は権利化されていたものの、ロックアップはなかったと思います。私の考えでは、ロックアップは全くの無意味で、買い手が見つからないほどに価格が高騰してしまう可能性があります。そして私たちは、避けられないことを先延ばしにしており、好きな時に売ることができ、いつでもトークンを獲得することができます。私はあなたが週末にネットワークに貢献しないのであれば、できるだけトークンは売るべきだと思っています。そのため彼らはトークンを900万ドルの負債を抱えた9個のプールに対して売却する機会を提供しましたが、実際に売却する人は驚くほど少なかったのです。プレセールに参加してくれる KOL も何人かいました。彼らの大半はトークンを売却していませんでした。個人的には彼らは正しい判断をしたと思っています。なぜならジェニートークンを保有することでイールドファーミングやガバナンスに参加することができるからです。私の考えでは今後6ヶ月間だけでなく10年から20年経っても NFT のインフラの中でユニークなものが非常に重要な役割を果たすと考えています。なぜなら NFT はこれからも存在し世界経済の中で非常に大きな役割を果たしていくからです。このパネルに参加させていただいてありがとうございました。また何か質問がある場合は連絡していただければ嬉しいです。So thank you very much, Non-Fungible 2021. Thank you, Mai-san, for allowing me to participate in this event. I'm available on Twitter. You can follow the Jenny Metaverse DAO on jennynft.io. And we'd be very happy in having you participate in our decentralized organization. Thank you very much.